巫女神社にあるブランコ運ペン持参町公園にあるブランコブランコは座番を支柱や樹木から鎖や紐などで水平に吊るした構造の遊具。陽動系遊具に分類される。ブランコはポピュラーな遊具の一つで公園や小学校の運動場などに備え付けられていることが多い。終戦とも言う。地理以外、線はそれぞれ一文字でもブランコの意味を持つ。終戦は今でこそ ブランコの意味を持つが、古くは中国で救助が使った遊び道具を指す。現代のブランコとは少し違い、飾りがたくさんついており、遊戯中、裾から足が見えて、皇帝が見ていて、海よく、ヨトギに呼ばれる可能性から生めかしいイメージを持たれていた。北曹の文人、祖食の監視、春夜にも終戦が出てくることから、性行為の過程を読んだという解釈もある。 当の幻想は、終戦に、反戦人の名を与えたという。画語は、フラココ。ブランコの語源については、擬態語、ブラリ、ブランなどから来たとする説や、ポルトガル語のバランソ、もしくはブランコから来たとする説などがある。なお、ポルトガル語版での対応項目タイトルは、バランソ、フランス語版では、バランス語を唱っている。フランド、ユサワリとも言う。日本へは古く、 中国から伝わったとされ、樹木や梁から吊り下げたものであった。佐賀天皇の詩に読まれ、また、和名類受賞にも記述が見られる。ブランコと呼ばれるようになったのは、江戸時代になってからとされる。サーカスなどの曲芸には、空中ブランコという独特なブランコが使われる。非常に高い位置から2畳の紐が降りていて、その先に細長い棒のようなものがあるだけである。 一般のブランコの紐を長くし、台を極限まで小さくしたものと返してよい。英語では遊具のブランコはスイング、空中ブランコはトラペーズと呼ぶ。座番を2本の鎖で支柱から吊り下げる構造を持つ最も一般的なもの。通常は単にブランコというが、関連文献などでは他の種類と区別するため、一方向ブランコとして類型化されることがある。 座板の材質、形状については、木製の板状のもの、金属製の椅子状のもの、ゴムやポリウレタン製で腰まですっぽり覆われる、バケツ型のものなどがある。ただ、ブランコについては飛び降り時に、他の遊具や安全柵と衝突するなどの原因による事故も報告されており、座面の改善や転落への対策等が必要という指摘がある。タイヤブランコ。 ゴム製のタイヤを3本の鎖で支柱から吊り下げる構造を持つもの。タイヤブランコもしくは全方向ブランコと呼ばれる。箱ブランコ。詳細は箱ブランコを参照可動部に2人から3人が向かい合って座る構造の4人内し6人乗りの大型のブランコ。箱ブランコのほか、ゆりかご型ブランコあるいは丸ブランコなどとも呼ばれる。ただ、可動部の重さ。 地面との隙間が狭いこと、指や足を挟む隙間が多いなどの問題点が指摘され、1960年代から頭蓋骨骨折や脳座症などによる死亡事故の報告例があった。このようなことから全国的に撤去される例が多くなっている。国土交通省管轄の公園においては、2001年には約1万3000台設置されていたが、2004年には 約3600台にまで減少している。詳細は、誘導煙木を参照長い座板の両端を鎖で、支柱から水平に吊り下げた構造を持つ遊具。誘導煙木についても、事故の報告があり、座面の材質や可動部の重さが問題点として、指摘されている。2本の鎖やロープによってぶら下げられた椅子に乗り、振り子の原理を利用して、前後に揺らし、 踏み台を漕ぐことによって、振幅を徐々に大きくすることで、振り子運動を楽しんだり、高度感を味わったりする。物理学的には、パラメータレーシンで説明できる。具体的に言うと、立ち乗りで漕ぐときには、最下点付近の遠心力が最も大きくなるあたりで立ち上がり、最上点付近の遠心力が小さなところでしゃがむ、運動を繰り返している。以下は、 一般的なブランコにおける乗り方の例である。一人乗り、編集一人乗り。一人乗り座り乗り最も一般的な乗り方である。ブランコの台に座り、両足を揺り動かすことによりブランコを動かす。この方法だと、後ろから誰かに押してもらうことが容易であるので、力のないものでもブランコを楽しむことができるし、また転倒などの危険性が少なく、安全性が増す。 この方法の欠点は、足が疲れることと、足だけでは作り出す振幅に限りがあるため、すぐには高くまで漕ぐことができないということである。また立ち乗りが盛んなブランコだと尻が泥で汚れることも、ある。立ち乗りブランコの台に立ったまま乗り、体全体を揺り動かすことによりブランコを動かすというもので、小学校中学年くらいになってからこの方法を取る、ものが多い。 転倒などのリスクはあるが、体全体を使うことで大きな振幅を生むことができるため、スリルや自分が高いところにいることを楽しむことが容易である。本来座るべきブランコの台に土足で立って乗るのは、座り乗りで前述したような迷惑につながるという批判もある。二人乗り、編集二人立ち乗り乗る人を AAB とすると AA が大きく足を広げてブランコの台に立って、 乗り B が A とは逆の方向に A の股の間に足を置いて乗るという説明ができる。この方法で高さなどを楽しむのはほぼ不可能である。親密な関係にあるものが好む傾向にある。なおこの方法では足場が極端に狭くなることから転落の可能性が大変高く安全であるとは言い難い。一人座り一人立ち乗り乗る人を A、B とすると A が座り乗りをし、 B が立ち乗りをする。B は A と向かい合わせに立つことが多いが、同じ向きに立つことも可能である。B の足の位置は A と鎖の間に滑り込ませることもあるし、鎖の外側に足を置くこともある。この方法も二人立ち乗りと同様に足場が狭くなることから転落の可能性が高く、触れぬ角度によっては座っている人が落下する可能性もあり、安全な乗り方ではない。 ジャンオノレ・フラゴナール、ブランコ、ウォレスコレクション像、カオルエン電信庁、単語風情、安藤民族博物館の単語祭。韓国では、ブランコは、クネという、旧暦の5月5日に行われる、韓国の単語では、女性がブランコに乗る風習がある。ありがとうございます。